国営沖縄記念公園は沖縄県の沖縄本島にある国営公園。大きく沖縄県元部町にある海洋博覧会地区と那覇市にある首里城地区の2つの地区に分けられる。海洋博覧会地区は日本の都市公園100選、首里城地区は日本の歴史公園100選にそれぞれ選ばれている。事業主体は内閣府沖縄総合事務局であり、計画。 整備は、同局が実施しているが、管理は、一般財団法人沖縄中良島財団に委託されている。沖縄県元部長に所在。沖縄県の日本復帰を記念して1975年7月から1976年1月に、かけて、沖縄国際海洋博覧会が開催されたが、それを記念して、博覧会跡地に1976年9月1日に、 国営沖縄海洋博覧会記念公園として共用開始された公園。通称は海洋博公園。開園面積は71.6ヘクタール。1987年3月25日に公園名を国営沖縄記念公園海洋博覧会地区へ改称した。1993年まで海洋博のシンボル的施設であったアクアポリスが残されていた。 首里城正殿沖縄県那覇市、首里あたり倉町に所在。1988年1月28日に国営沖縄記念公園首里城地区として都市公園の区域指定を受け沖縄戦で破壊された首里城を復元し1992年11月3日から供用開始した。園内には正殿が復元され、那殿、北殿などの建物、寛解門、 方針門などの縄文も復興されており、2019年1月に完成したが、同年10月31日に正殿と北との奈殿など計7棟は消失した。通称は首里城公園。開園面積は2.7ヘクタール。国宝であった首里城は第二次世界大戦中の1945年3月の沖縄戦で破壊された。 1986年11月、国営沖縄海洋博覧会記念公園を、国営沖縄記念公園海洋博覧会地区と、解消し、沖縄本土復帰20周年記念事業として、国営沖縄記念公園首里城地区を整備することが、閣議決定された。ありがとうございます。